要注意こんな、M「M&A」は黄色信号俺が昔ビデオレンタル店を初めてやった時は、はい、買収したわけよ1年2年でもう開始できる、はい、喜んでた 3>、はい、だか3か月後ぐらいにすぐ近所に大型店の5倍ぐらいのやつが立ったわけあり、はい、それでも半年ぐらいで商品だけ持ってスタッラがさスタたと地元に帰ったっていうことがあった一回特にこう成功し続けてくるとト、ね、ダークサイドに落ちるってよく言われてですね ことを繰り返す要は本当にもう人がものに見えるようになったらやっぱりまあどっかの時点で経営者としては転落し始める時かなって強したいですよやっぱり赤信号になりたくないですから <laughs> これ大ベテランお山さんお願いいたします。<laughs> 俗によく M&A の言う世界で,です、ねそのまあ、ウォームハートとクールヘッドみたいな言い方があるわけなんですねいわゆるこう、まあ、すごいこのビジネスやるぞみたいなです、ね、経営者がすごい熱い心を持って取り組む一方で冷静にならないとお買い物はダメよという話でやはりやっぱりこう、はい、なんて言うんですかね 例えばさっきの恋愛のパターンでいくともう好き,好き好き好きになっちゃうと何でも好きなんですよ。だけど結婚した後っていうのは全部あらみいるじゃないですか。でこいつと結婚すべきじゃなかったってなっちゃうわけですがもう遅いというのがあって、はい、結局先ほどの通りこうまり、あ、夢の部分ってすっごく乗るんですよ、うん、ものすごく。でうお互いこう一致してこれやってこうせってなるけれどもよくよく見たらこれビジネスとしてあっちゃいねえじゃんとは<ー>いう一方の自分がいないといけない。 あ難しいところですよね両方がないとだから自分でそれがもう燃える人だったら、まあ、側近で嫌なやつな嫌なこと言うやつをやるとか<ー>あるいはアドバイザーで嫌なこと言うやつを置かないと、まあ、本当にどっちかになっちゃうあるいは逆もあり,ありですけどねあのいわゆるあの熱意がない m 1でこれがまあ儲かるから買おうというのは今度は逆にエンジンがないので。は だから買ったいいけどエンジン止まったままですねそのまま冷えてっちゃうみたいなもうあるんですね両方必要いや確かにねこの突っ走った恋愛恋愛いすいませんってい感じですね突っ走りましたか突っ走りましたねはいそれに比べたら女王なんてもう冷静沈着でももう愛情のかけらもないような場合突っ走らない冷静な頭冷静だよね多分。なるほどねなんかもう顔が冷静だもんほら確かにそうですねはあそういうのはあんな難しいですけども ちなみに小山、うん、さんこのまあ話せる範囲でいいですけど、はい、その詐欺みたいなのもあるんですか あの最初から騙しに来てるケースっていうのはめったに当たるとないと思いますねめったにないないですねあのやっぱりなんて言いますかねマンデーってそのそんなたくさん制約するもんじゃないので詐欺としては結構プロセスが複雑すぎてあまりこうコスパが良くないわけなんです詐欺としてのコスパが良くない,いコスパ良くない <laughs> あんまり詐欺のコスパの難しいですね <laughs> だから最初から騙しに来るまあそれをやるんだったらなんかね、はい、変な証券とか変なゲイジャーで売った方がいいのでの方が楽楽 詐欺師も、はい、だけどいわゆるこうだいたいまあ、騙した騙されたってなるのは、まあ、いわゆるこうなてますか、ね、コミュニケーションロスみたいな世界では<ー>、まあ、言った言わないとか、まあ、自分がいいように思い違いするお互いに。うん、なるほどでいやそれも全然違う詐欺じゃないかってなったけど実はそうではなかったけどお互いの勘違いみたいなちっちゃなものから膨らんでなってる可能性もあるよと、うん、なすね。だいたいトラブルになったケースを見るとなんかこうだ、まあからさまに騙しに来たっていうのはほとんどない。 そっちが一番こじれますよねだからこそこじれるこれは大変でございますねありがとうございますさあ亀山さんどんな会社に要注意これを聞きたい身近な話で言うとリューデリーに乗ってないものであるとしたら俺が昔ビデオレンタル店を初めてやった時は、はい、買収したわけよあの隣町の,のビデオ屋さんをねで、その時は えー、買った時に「あこの値段の合うわと」と実際初めて23か月やったら「あもうこれ1年ぐらいで元取れそうだ」って1年2年でもう回収できれって喜んでたのだ3か月後ぐらいにすぐ近所に大型店の5倍ぐらいのやつが立ったわけ。

だからあまりにもそのさっきみたいに跡継ぎないからどうのってじゃなくてこれ売りたいねっていうには何らかの理由があることはどうしてもある、うん、あの利益出てるるるのに売りたい何何か理由はあるぞ何か理理由由はあるはまああぞそれが跡継ぎないとかっていうなら比較的別にまとまりやすいけど、はいはい、これうまいことちょっと俺こういうまずくなるなと。 この案件もうちょっと経ったら業界的に良くないなと思ってて売る時もあるかもしれないなるほど大型店が来るぞとかっていうこともあると思うそういうのもあるしこの業界ちょっとそろそろやばいぞと思ってありゃかねそういう法律の変化とか儲かってるけど規制が入るかもしれないなるほどうわそれ知らなかったら俺もうこんなに儲かってんのにって買っちゃいますよだからおしい話やっぱりちょっとそういう時はたまにちっちゃな針が忍ばされてることもあるからだからそれはちょっと冷静になってみろよと。 ささあ最後平尾さんででございますすねこれかちょっとやっぱり経営者的な話が多かったので、はあ、結構私はやっぱり買い手側として漫才をしていてすごい思うことがありまして、はいまはい、やっぱり、まあ、20件ぐらいしかまだやってないんですけどやっぱり我々上場企業なので未上場の会社を買うことが結構多いんですけど我々の過去の実績だと、はいはい、そうするとやっぱり会計上のやっぱり、まあ、コーポレートスタッフがなかなか少ない会社が結構あって経営管理部がいないとか。はい えー、経理が少ないとか、はい、で売り上げの計上の仕方もちょっと違っていれば、はいえー、費用の立て方も違ってたりもともと来た数字と実際じゃあ我々の連結に買収した時にどうなるのかっていうと数字が変わっちゃう会社とか。 結構ありましててそ,それは持っっちゃるといや持ってはいないんですけどやっぱり、まあ、税務しか見てなかった税金を払っているだけの会社さんでオーナー企業の方とか、うん、そうすると、まあえー、会計上の、まあ、いつ売上を立てるのかであったり企業をいつ立てるのかみたいなルールがあるんですよね。はい、でこれ我々のくっついた時には我々のルールに従っていただかなきゃいけなくなると、まあ、決算の数字が結構変わってしま、はい、だからそっか。 あのヤードとメートルみたいな問題があってそれをメートルにしましょうってなった時にちょっと違ってくるよっていうそうですそうですでそれが意外とやっぱ大変でしてさっきの PMI ポストマージャーインテグレーションっていうのもコーポレート部門を合体させると結構大変でして我の中に会計士さんがいたりとか弁護士さんがいたりしないと結構これがやっぱり買収した後のコーポレート部門で結構大変になっちゃう、はい、これは結構ありますね。が自分の ところと同じような尺度でやってた方が楽ですよってことですね。そうですね。だから売り手の方でシリアルの今アントレプレヤーの方が増えてるっての知ったんです。やっぱりその売り手の方もそういう買い手側の視点に立っていただいてもう一歩入ってくると結構また打率が変わってくるんじゃないかなと勝手には,<ー>はい思ってたりしてます。なるほど。はい。いやもう冷静沈着のアドバイスありがとうございます。<laughs> <laughs> さすが上昇軍団 <laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はい。あと小山さんのこの M&A のダークサイドに落ちるっていう結構。ああ 強い言葉があるんでですすけど何ですかこれそうですねあのこう業界用語みたいな世界ですけどす、ね、あるんですかそれは業界する言葉頻繁にある話なんですがやっぱりこう一回特にこう成功し続けてくるとねダークサイドに落ちるってよく言われてですね、はい、つまりこうあの商売のやっぱりいいところって安く買えることじゃないですかだからこう安く買えたっていう快感が起こっちゃうと、はい、い,いわゆる会社をですね安く買おう安く買おうっていうこういう考え方が起こったんですね。<ー>でそれはいわゆる会社が物になってしまうああ 安く買って高く売り抜けるとかね。はい。そういうような発想、これ要はさっき何回も人って言ったのはそこにいる人が見えなくなっちゃうんですだからこう会社をものだって思い始めると必ず伝わるんですよ相手に。はあ、この人は自分のこと見てないと。要は利益出てるから買うんでしょと。はあ、なったらもう誰もついていかなくなっちゃうんですよ今度は。でも僕はもちっちゃい時ミスターの海外のドラマの。はいうのありますよね、はい、M&A ってなんかそういう。 うん、ううイメージだっはが悪役というか、ヒーリャク出てきたけど、そういうことになっちゃう。あれが、だから、昔はきっと情熱に燃えた、なんかなって言いますかね、こう、すごい、あの、経営者だったかもしれないですよ。はい、どっかの時点で、ダークサイドに起こって、ダースベイダーになっちゃったみたいな。なるんですね。世界ですね。うん、はで、最後は、やっぱり、まあ、破滅する時もあれば、銀河帝国作る時もあるんで、こう、どっちとも言えないですが、はい。ああ、難しいですけど、もう、破滅もあり得る。あり得るということですね。<ー>やっぱり、こう、一回、なんて言いますか、味を占めちゃうと。 いいね、本当にこう安く買って高く売ってみたいなことを繰り返す要は本当にもう人が物に見えるようになったらああやっぱりまあどっかの時点で経営者としては転落し始める時かなって気がしますよね。なるほど、うん じゃ次はダース・ベータダースベータも若い時こういう志でね綺麗な顔してたのよ。気をつけてよ。よ、はい。よお願いいししますよ連絡しないように。次入ってきた時「こう!」って言ってたら私いますから「はい、なってるぞダース・ベーダーに」<laughs>。さあ続いてオフレコボックスでございますね。はい、ここはちょっともうアンケートに採用されなかったというかちょっと余談というかありますけどもさあ えー、平尾さんですね、金曜日にクロージングがほぼ決定していた案件が翌日にってこれいやもうこれはあの20件あの、M&A 成功してるんですけど、はい、ここにやっぱり成り立たなかった案件がやっぱりありまして、はい、もう結構、やっぱりこれはまあ私たちの詰めが甘かったことなんですけど。うん やっぱり先ほど売り手と買い手の話で大山さんに言われたようにやっぱり買い手の方が多いんだっていうのは私もあんまり認識はなくて結構もうプロポーザル提案をして我々って結構もうあのなんていうのかな、えー、対等の関係でお金を持って買いに行くんですけどやっぱりお金持ってる側が強いわけじゃないと、はい、私も思ってるので、はい、もうこのお金で、えー、買わせてくれっていうお話じゃなくて我々とご一緒したらどこまで大きくなるのかっていうことばっかりお伝えするんですよね。ははははでそこででももうがっっっちりり握たたつもりだったんですけど でやっぱり何ですかね月から金までで割とこうねウィークリー行くじゃないですかはいでそこでもう金曜日がっちりしてたのにあもう金曜日にはもうそうですそうですあもうもらったぞっ <はい S 2> もうほぼほぼ決着だったそうですで翌日まあ発表しますっていうまあ上場企業なので発表しなきゃいけない開示するわけですよね、はい、でその開示直前にやっぱごめんなさいとえな<っ>んでも結構よくあります割となでですかまあいろいろやっぱもう一社のところがおそらく我々が知らないところでカウンターで もっと異い,い条件多分出してた。なるほど、それ金額ので面でそうです。金額であって、いろんな多分我々知らない条件だったりとか。 それはうちかもしれない。俺この間アバであの飲んでて、あのいやもう会社があの売ることになりました。あ、俺ゆるいわ、見たら、あの今決めろって1時間でとか言って、わかりましたってやついたから。そういうだけ。これ。いますよ、こういう。ダースベイダーいるじゃないですか。もう倒すべき。いやいや、それは別に愛情のある。まあ酒飲みながら。まあ、やめとけ、やめとけ、そこみたいな。だから、多分のとこだったかは知らないです。ここはまた関係ないですけど、金曜。 で、こう決着すげえ土日で飲んで、ここで意気投合したら、こっちにも行っちゃう可能性がある世界だってことですよね。そうです、そうです。だから、もう見えてないところで、やっぱりちゃんと握られちゃってるっていうのがあったので。ちゃんと冷静沈着冷静でも、負けちゃうと。はあ<ー>。はあ、い、なるほど。はい、しっかりちゃんと最後まで進めない。そう、冷,冷静沈着じゃないやつに負けるっていうこと。そう,いうことです、なるほど。永遠のテーマですね。ここは。ね、なるほど。はい、いや、確かに、そこは信用しちゃいますよね。はい。 <laughs> はああなるほど <laughs> さあということでございましてまだありますねこれはあの亀山さんですね仮想通貨取扱会社倍数の2.3点,3点あ,あそれでいうと今度は俺は逆の立場ですこれはあの, <laughs> あの,あの裏返されたわけじゃないんだけど <laughs> はいあのそうジョーの今度立場になってるって、うん、<laughs> あ,あったんですかああそうそういやねあの基本合意を結んでたわけよ <laughs> はいねでもあのじゃあデューデリ入ろうかなってなった時にね たまたま仮想通貨バーブルが来ちゃったわけ。はい,はい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 。うん。そしたらもうもういくらかで倍数も決まって、じゃあとデューディで一ヶ月後に決定みたいな。うんはい、まあ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 だいぶ経ってるから言ってもいいと思うんだけどね。まあコインチェックって会社なんだけど。私の私のが全部盗まれたところだ。こ <laughs> <laughs>、ね、れはオフレコらしいから、ね。